月曜日にすごく重大な発表するよというふうに、ツイートがあったりとかしたので、皆さん、期待して待ってたんですが、まあ非常に素晴らしい発表がなされたんじゃないかなと思います。音声のトーンとか複数の話す人の区別とか背景のノイズも理解できるし、笑い声や歌、感情表現も可能になりました。オープン AI 社、AI のね、生成系 AI のトップランナーのベンチャー企業であるオープン AI 社が GPT-4O を発表いたしました。 O というのはスモール O ですね、オムニの O なんですけれども、これまでですね、例えば音声と音声のコミュニケーション、例えば、私がなんかGPT に対してですね、音声で入力しても一旦テキストに変換して、でさらにそれを解釈して、音声に変換して、話をしてたりとかしてたので、すごくレスポンススピードが遅かったんですけれども、まあ、今回ダイレクトに音声から音声を解釈、そのまま解釈して音声でレスポンスをしたりとか、もちろんテキストトゥー音声ね、テキストトゥースピーチ的なこともやるんですけれども、それのレスポンススピードも上がってると。まあ残念ながら今回ね、 GPT-5 の発表ではなかったんですけれども、月曜日にすごく重大な発表するよというふうにツイートがあったりとかしたので、皆さん期待して待ってたんですが、まあ非常に素晴らしい発表がなされたんじゃないかなと思います。もうすでにですね、月曜日から使えるということで、さらに有料ユーザー、私も課金しておりますけれども、5倍使えると、なんか多分使用制限がかかってるんですけども、制限が5倍になるということで、ぜひ有料ユーザーに、なってみてほしいなと思います。まあ例えばですね、これ5000円とか、まあね、数千円ぐらいで買える、古い iPhone に、この GPT-4O をね、インストールというか入れて、そのままぬいぐるみかなんかに仕込んで、置いとけばですね、本当に子供の話し相手としては最適なんじゃないかなと思います。まあボケ老人の相手とかですね、ちょっとボケてきたなっていうおばあちゃんとかね、そういう人たちの話し相手には非常に最適な、まあそれぐらいのスピードでお話をしてくれると。また翻訳なんかも同じようにしてくれるということで、非常に使い勝手がいいものが、もう動画を見る限りはですね、非常によく動いております。さらにですね、この機能を実は利用しまして、GPT-4O にですね、今回のですね、OpenAI の発表内容について、要約をしてもらって、私の言葉に変換して、私が動画で、今僕はこれ生身の私なんですけども、 AI にもちょっと喋らせてみました。 GPT-4O がどれだけ素晴らしいパフォーマンスを示しているのか、ぜひですね、僕のこの生の解説と AI の解説比較して見ていただいたら、その素晴らしさについて、造形が深まるんじゃないかなというふうに思います。皆さんこんにちは、ホリエモン AI です。今日は OpenAI が発表した最新の AI モデル GPT-4O について解説します。まず GPT-4O って何かというと、オムニの略で、すべてのモダリティ、つまりテキスト、音声、画像の組み合わせを与えるモデルなんです。これが何がすごいかというと、もう人間とほとんど区別がつかないぐらい自然に対話ができるんですよね。例えば、音声入力に対する応答時間が最速で232ミリ秒、平均でも320ミリ秒、人間の会話と同じぐらいの速さなんですよ。しかも、英語のテキストやコードの性能は GPT-4 ターボと同等で、多言語のテキストに関してはさらに性能がアップしています。スピードも速くなって API のコストも半分になっています。これまでのボイスモードと比べると驚きです。前は音声をテキストに変換して、それを GPT-3.5 とか GPT-4 が処理して、またテキストを音声に戻すっていう手手間があったんですけど、GPT-4 はこれを一つのモデルで全部やるようになったんです。だから、音声のトーンとか、複数の話す人の区別とか、背景のノイズも理解できるし、笑い声や歌、感情表現も可能になりました。さらに GPT-4 は安全性もかなり向上しています。OpenAI は学習データのフィルタリングやポストトレーニングでモデルの行動を洗練させていて、音声処理にも専用のフィルタリングを設けています。サイバーセキュリティやバイアスの問題にも対策しているようです。また GPT-4 はこれまでにない資格と音声の理解能力を持っています。ベンチマークでは5ショット MMLU のスコアが 87.2% と新記録を打ち立てました。つまり一般知識や推論の能力も非常に高いようです。
最初はテキストと画像の機能が無料で使えるようになり、プラスユーザーにはさらに多くの機能が提供される予定です。さらに新しいボイスモードも今後数週間で提供されるようになります。開発者向けにはテキストとビジョンモデルとして API でのアクセスが可能で、GPT-4 ターボよりも2倍、早く、コストが半分で利用できるんです。音声とビデオの新機能も選ばれたパートナー向けに今後提供される予定ということです。ということで GPT-4 は今までの AI を一歩進めたすごいモデルです。実際に試してみるとその進化を実感できると思いますので、まずは触ってみてください。